毎度おはようございます。一日密着動画自分で撮ってみようかな。密着させてやろうかな。この顔にピンときたら通報を。おい、なわけないやろ。何も悪いことしてへんぞ。取り込んだね。車に乗り込み、ババン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 。あ、ちょっとカットカット、今のカット、今のカット。電票つったんじゃん。電票つった。いける、いけるな。これ金券ついてるからな。よし、金券こういうの今日渡さなあかんね。絶対金券は今日渡さなあかんね。ついてな。なぜならば今日は月末だから。シャー、納品完了。すごい愛想いいやん、ほんまに。おはようございますからのスタートでさ、むちゃくちゃ愛想よくて、すぐに納品終わっちゃいましたよ。いいね、やっぱこういうところは。もうほんまに、あんここつけてくださいって言って、はい、オッケーですって言って、こうつけて、もうバババババーっと下ろして、もう、お気に入って言って終わったわ。めっちゃ早かったわ。なんなん、ほんま。最高やん。こういう納品ばっかりやったら最高やねんけどな。やっぱ愛想ええのええで。まあ大手スーパーになるのかな。まあ僕の中では近所にもあるし、すごい大手なんやけど。幸せですか、みんなの暮らし真心っていうスーパーやけど、もうめちゃめちゃええよ。もう絶対買い物行こう。単純な男やで。だってさ、そんなにもう納品っていうか、そういう何、物流センターでさ、アイスよかったら、あ、買い物行こうと思うやん。最高やん。教育できとんな。ああ、僕も教育されらなあかんな。よっしゃ、あとは船南一発行って、んでお茶碗寄って弁当買うて。もしかしたらお茶碗やってないわ。だってもうサイクルめっちゃ早いもん。船南着くの8時半とか9時に着いてしまうからさ、そっからお茶碗行ったかて、まだお茶碗オープン時間前やもんな。弁当並んでないでな、絶対。これ今ね、木の川のね、川土手走ってるんやけど、やっぱこういうところって気分的に気持ちいいよね。左側に川が見えてさ、こう右左、右、まあ右か、街並みが見えて、山が見えて、このね、右側の山があるんですけど、この山のところに、あれがあんね、ゴルフ場があって、船戸のゴルフ場があるんやけど、僕、ここのゴルフ場のショートコースで、初ホールインワンしたことあるよね。しかもあれ、何番やったかな、7番アイアンか8番アイアンぐらいで打って、130ヤード、140ヤードやったかな、150ヤードぐらいの打ち下ろしやったかな。で、なんかこれもバックスピンかけて打っちゃろうとかで、調子乗って打って、バックスピンほんまにかかって、バックスピンでくるくるくるって転がってポツンって入ったんよ。もうあれで僕の、あれやね、全運気を使い果たしたよね。めちゃめちゃ気持ちよかったで、ほんま。もうなんならあれ、動画撮ってバーンって出したら、お、プロの打球かなと思うぐらい生きってる。めちゃめちゃ生きってる。そんな思えへんか。そう、ここのね、右の山の中腹ら辺にね、ゴルフ場があるんですよ。まあぜひとも皆様ご一緒にゴルフに行きましょう。もう長いことしてへんけどね。ゴルフもどんどんやりたいよね。うん、体動かすことをしたいわ。まあ趣味をね、なんか一個作りたいよね、今ね。まあぜひともゴルフ一緒に行こうっていう方はね、コメントでお誘いいただければ、僕もちょろっと練習してゴルフに行きたいと思います。ほんまに誘って誰か誘って。しゃー、納品完了。船南も終わりましたということで、帰ろう。今日の納品はこれにて全て完了です。よし、
仙南市ですね、ここね、仙南市。よっしゃー、まっすぐ行ったら、リンクタウン関西空港の入り口のところの道でございますけども、まあ大阪にもたくさんの道がございますよね。落語調になってるわ。落語みたいな感じで話しておりますが、まあ久しぶりに超ロング動画でも出してみようかなということでですね、まあ塩見まで、泉大津まで、臨海線をね、ずーっとお話をしながら走っていこうかなと企んでございます。いやー、しかし暑なってきたな。ねえ、マジで暑なってきましたね。よっしゃー、ちょっとゆっくり行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう。はい、ゆっくり行きましょう。たるいリンク南郡市。 OK、ナイスー、止まったよ。いや、ほんま夏いね。もう夏やね。真夏やね。外気温は18度。あ、18度やったらまだそんなにやけど。やっぱ太陽に当たると暑いんやろね。僕、今から半袖になろうかなって考えてるところやけど。まだでも今頃半袖になってしまうと、本当の夏になれば裸にならなければいけなくなるので、ちょっとこの辺で我慢しとこっかな。何の我慢、何の我慢って言うたら脱ぐのを我慢するっていうことだよね、うん、よっしゃよっしゃ。ね、もうちょっとしたらね、左側にねアスレチックが見えてくると思うんですよ。あのアスレチックね、行ってみたいんですけど、まあ、よう揺れるね。あ、ここここここ仙南ロングパークということで、この左側のね、建物がアスレチックになってるらしくて、非常に面白いという噂を聞いております。うん、でここスタバもあるんよね。ほらスタバ、まだメロンのやつ飲んでないで終わってまうんじゃん。早いからね。これが仙南ロングパーク。ここ泊まるところもあるからね、宿泊施設っていうのもございますんでね。これ信号変わるな。あ、変わらんな。あ、変わるな。変わらんな。あ、いけたな。あ、いけたな。あ、いけた。この辺かな。なんか、キャンプのなんか、キャンプ場がある。あ、ここ左かな。キャンプの区画になってるね。車止めて、キャンプするんかな。カーキャンピングってやつなんかな。まあ今、この右側にあるのがね、仙南のイオンですね。イオン。まあイオンそんなにいかんけどね。へへへ。イオン、イオン。ん？ん？なんか言うた？イオン、イオン。イオンだけに行かないよ。イオン、イオン。ちょ、この角度これぐらいなんかな？ちょっとまた画面ね、この携帯電話で動画撮るじゃないですか。この画面をね、つけとくと、良くないんよ。すぐ熱暴走してしまうんよね。だから画面は切っております。そう。だからいつもね、編集するときにどんな景色が映ってたんかなーって見ながら編集してるんですけども。またあれやな、木の草木のとこ入ったからかな。また腕のところが、なんか、炎症しとるな。嫌やな。はい、行きましょう。お食事どころが見えてまいりました。左側方ですね。塩菜っていうお店やな。違うな。サザンピアって書いてるな。おー、サザンピアらしいね。サザンピア。あ、さっきの原付の人はこんなとこまで来てる。すげえや。原付じゃなかったあれ。お、なんかある。ロングパークマルシェ。へえ、そんなんまでできてんねや。全然知らんかったわ。知らない間にね、この仙南のロングパークがいろんなものができておりますね。一度は来てみたいロングパーク。ここ泊まるところもありますんでね、ここ左側ね。宿泊施設。今度はキャンプじゃなくて、なんやろこれ。タイヤついてるコテージみたいな、なんか、そんなんがね、連なってはおりますが。ああ、容器あるやん。あ、こんなにも容器あったんや。へえ、知らんかったな。なんかタイヤついてるね。タイヤハウス。なんて言ったらいいんかわからんけど、うん、なんかコテージみたいなのが並んでおります。仙南マリンブリッジ。うわー、怖いねー。攻めるねー。ナンバープレートガチ映りやで、おっちゃん。攻めたあかんて。
ドライブレコーダー並みになってるやん。あかんって、危ないって。それバイクの人こけたらどないすんよ。めちゃめちゃ運行したいんかな。右に入ってから指摘出したね。何の意思表示、入りましたっていう意思表示したいな。あー、今度は左に出てきたね。めちゃめちゃ先を急いでるやん。信号変わるで、カート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 で。おらー、そんなに先を急いでもさ、所詮は一緒やないの。あかん、近づく。近づいてしまいましたな。お、ここもあれやな、左の港なんか作ろうとしてるな。造成してるもんね。うわ、すごいな。何、何になるんやろ。なんかまたそのロングパーク的ななんか作ってるんかな。最近関空全然行ってないね。もう2ヶ月ぐらい行ってないんかな。嘘ついた。1ヶ月ぐらいは行ってないよね。おー、なんか作ってるわ、ショベルカーで。ショベルカーで思い出したけどさ、あのクレーン車ってあるじゃないですか。あれクレーン車ってご飛びの日によく動いてますよね。僕思ってるだけなんかな。なんかクレーン車が動くのはご飛びって思ってんのよ。あの胸上げ式とかさ。ご飛び違う、間違えた。ご飛びじゃない、大安吉日。そう、大安吉日に動いてるような気が。危ないな、あの車、ほんま。めちゃめちゃ先急ぎするやん。そんな先急ぎしたがってさ、そんな変わらんよ、絶対。絶対そんな変わらん。わー、また左出てきた。わー、一人レースやな。一人でレースしてはるな。右行き、左行き。俺の運転は素晴らしいだろう。っていう感じなんか。あ、これ右かね、警察学校ね。うん、10年ぐらい前に行ったね。もって、5、6年か？いや、もう、もってね、10年ぐらい前に行ったかな。さあ、見えてまいりました。あれがね、ゲートタワーホテルですね。目の前にドカーンと立ってんのがゲートタワーホテル言うて、あ、これ田尻のなんとかブリッジやね、この橋ね。なんていう名前か忘れたけど。ゲートタワーホテルにはね、すごい思い入れがありまして、あ、これで結婚式しましたね。そう。あの、ゲートタワーホテルの、何階ぐらいやったんかな、のところでチャペルがあって、そこで鐘をカランコロン、カランコロンと鳴らしてね、うん。皆様に祝福されながら結婚式を挙げたのを覚えております。そして今もなお幸せな家庭を築いております。 笑うとこちゃうな、笑うとこではなかったな、ちょっと勘違いした。で、泉佐野に入りました。まあ泉佐野ね、もうここ入ったらね、なかなかの商業施設になりましたよね。アウトレットもできたしさ、関西国際空港もあるしさ、まあ何やらかんやら泉佐野結構ね頑張ってますよね。っていうか、まだあの青い車そこでおったんかいな。あんまり変わらんかったよな。ここの左一貫は BBQ できるからね。わ、これはちょっと怖いな、バイクな。あ、ちょうどいい。右合図。右速報、よし。はい。よっしゃー、いけたー。あ、釣り行くんや、おじちゃんたち。いいねー。いいね、いいね。今、タコめちゃめちゃ釣れるらしいから、めちゃめちゃいいよ。タコ釣ってタコ。左合図、左速報、よし。ということで、見えてまいりましたのがリンクプレミアムアウトレットということで、右も左もね、アウトレット商品をたくさん売ってるお店ではございますが、ほんまにね、できて1年ぐらいは来たけど、そっからずっと来てないな。で、この左側に、まあ今リンクシークルっていうのができてるんですけど、シークルっていうのね、ここのシークルっていうところ、大昔は、関空できた当初は、リンクのパパラー言うて、ここ遊園地やったからね。うん。ジェットコースターとか、いろいろあったからね。マジの遊園地やから、ここ。うん。遊園地があったんよ。でも今はまた建て替えて、シークルっていうね、商業施設に変わっております。よっしゃよっしゃ、これで、リンクタウンが終了やね。リンクタウン終わっちゃったね。さあ、お茶碗何時から？ 9 時半から？もうお茶碗無理やな。お茶碗待ってる間に15分、9時15分やろ？お、ええ感じちゃん。お茶碗9時からやってるで。
これ9時からやってるってことはもしかしたらもう弁当置いてるんじゃん。ちょっとお茶碗寄ろ、お茶碗寄ってエビフライ弁当売っとったら買おう。久しぶりにあのお茶碗の米が食いたいわ。こっちに来ることがまあまあ少ないからね、このタイミングでね。お茶碗買えるタイミングが少ないから、もう今のうちに、わあお茶碗お茶碗言うてますけど、お茶碗買うんやなくて、お茶碗っていうところでお弁当を買いますね。うん、お弁当が売ってるんで、めちゃめちゃうまいよ米が。港大橋まで85分やって、えっぐー、めちゃめちゃやん。あんちゃん大丈夫？あんちゃんすごいで、大阪市内行くの。もうやばいんちゃん。途中であれやな、境線乗り継いで行った方が市内入るの早いな。めちゃめちゃあのお仲間トークしてしまいましたが、すんごい時間かかるな。さあもうすぐお茶碗でございます。泉佐野漁港左に曲がったらね。よし、ちょっと待っとこ、ちょっと待っとこ、あと10分ぐらいで唐揚げやったらできるって。揚げたてやで、揚げたて。もうここで食っていきたいな。怒られるか。いやー、しかしあれやね、唐揚げやったら5分ぐらいやけど、エビフライやったらもっとかかる。なんでエビフライ出てくるん？知ってくれてんかな、知ってくれてんかな、この人エビフライばっかり買う人やと思ってくれてんかな。じゃあ嬉しいんやけど、やばいな、今日給料日やな。今日給料日やのにさ、まあうちちょっと現金なんですけど、現金払い、うちの会社ね、現金でくれるんですけど、この給料袋、やばい。やべ。給料袋渡すの忘れてる。怒られるで、これ絶対。よっしゃー、唐揚げゲット完了！バッチリやー。バッチリやー。トモーキーがおったわ、トモーキーが。弁当おごってって言ったけど、お金持ってないって言われた。交差点よし、巻き込みよし、歩行者なし、オッケー。もう大量に唐揚げ入れてくれたで、もうマジでいっぱい入れてくれたで。僕の大好きな唐揚げ、むちゃくちゃテンション上がります。唐揚げ食べるとハッピーです。どうしよう、どうしよう。もうしやび決断に行かんでいい。あかんよな、あかんよな、うん、ちょっととりあえずしやびまで急ごうぜ。しやび手伝いに行こうぜ、手伝いに行こう。今ハイパワー号とスライドしたね。ハイパワー号が通っていったね。ちょっとびっくりした。よし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 、とりあえずしやびに向かおう。いただきます。久しぶりのお茶碗弁当ありがとうございます。よし、食べよう、食べようぜ。いやー、いいね、いいね。バランは先に取る派です。お、逃げてる。イエイ。マジで久しぶりのお茶碗弁当やな。お茶碗弁当はまず何からって言ったら、ちょっとお漬物をいただきまして、何がうまいって、この超大盛りの飯がうまいね。だからお茶碗は絶対大盛り。唐揚げいきますか。唐揚げ、うん、昔はこれから食べとったな、うん、飯めっちゃ残ってるやんって思いました。大丈夫なんや、それが。
唐揚げ。大満足でした。これで600円はむちゃくちゃ安いよね。大盛りで650円、今日は650円やけど大満足やで。次はエビフライを買いに行きます。ごちそうさまでした。よっしゃー、月着の集荷に行きましょうかね。交差点、よっしゃ、はい、交差点じゃあ歩道へ。車が来ないですということで、そうなんやな、ゴールデンなウィークやね。そうか、土日休みの月火出勤の木金、月水木金が休みか。ゴールデンなウィークに入っていくんですね。なるほどね、なかなかゴールデンなウィークやな。ということで、まあ今から月曜着のお荷物、まあ泉大津塩見行きではございますが、集荷に行きたいと思います。頑張って集荷しようやないかい。再びこの景色ということで、さあ帰ります。積み込み完了です。さあ車庫に帰りましょうか。よっしゃ、右よし、左よし、国よし、はい。さあ出させてもらいます、出させてもらいます。大渋滞でございます。あ、待ってくれてる、ありがたいな。すいません、ありがとうございます、すいません。よっしゃ、じゃあ帰りましょう。土日休みで、次月曜日は泉大津塩見からのスタートですね。塩見行って、南港行って、今日行った仙南ということで、皆様良き休日を。さようなら。そうか、動画出すのは次の日、良き休日の日じゃないかもしれへんけど、まあええやん。